短いです先生、うん、アーノルド・シュワルツェネガーはシュワちゃん、うんうん、はい、近い将来、うん、聖書に出てくる獣なのですかと。ははあ、可能性的にはね、あの誰がどうなるかっていうことは断言できないんですが、僕の漫画のイメージとして獣ってはどっちかというとあの人類を破壊するっていう目的で生まれて、いや生まれてくるって語弊あるか、途中で変貌してそういう人間になっちゃうっていう形になってますが、ターミネーターのイメージだったんだよね、はあはあ、うん、まあ、もちろん僕はそのターミネーターが映画が出て作られる前からシュワちゃんがまあイメージ的に合うんじゃないかと思ったのね、うん、だからまあそういう意味でまあ勝手にキャラクターをシュワちゃんもどきとして使わせてもらったんだけどね、うん、まあイメージ的にはまあターミネーターってそういう目的ですからね、うん、で、今シュワちゃんはだから、ね、女性問題を起こしちゃってから、シュワルツェネガーは要はアメリカ大統領候補から降りたんだよね、はい、で、一時ヨーロッパの大統領候補になるっていう話が一回出たことがあった、うん、だから彼は、そういう意味で、まあ、アメリカよりはむしろヨーロッパでもし彼が仮に大統領になった方がむしろ怖いんだよ。それはいやだって、まあ、これは あくまでも噂だよ、あのシュワちゃんはテレビで有名になる前はあのネオナチに傾倒してたっていう話があるのよ、うん、で今のローマ法王はあのドイツ人だよね、でナチスと関係してたっていうこと、はい、これも割と有名な話だね、はい、となると再生一致っていうことがもし獣がやるっていう風になってるから、これシュワちゃんと、まあ、ローマ法王って同じヨーロッパにいた方がむしろ怖い。ああ、なるほどですね、うん、その可能性は、可能性は可能性は何でも可能性だけど、あんなないという断言することはね、今の世の中でもできません。あの、はい、最悪のことを想定しなきゃいけない時代になりましたからね、うん、想定外だっていうことはもう許されない時代になりました。特にね、3.11 以降は、うん、いや、まあ、だからシュワルツェネガーに関する限りはまだあのなんだろう、あの、まあ、そういう、まあ、聖書でいうところの大きな権力を持ってあの人類を支配しようという人物で、最初はあのみんながすごく人気があって、はい、最後に変貌するっていうところがあってね、だからまあ、シュワちゃんは一応その中に入るわけですよ。シュワちゃんと言われるぐらい人気ありますからね。そうですね、うん、世界的にこれだけ知名度もあるわけですね。おっしゃるとおりです。まあ、これが先